さんよ、ハバンはよ、ハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、さあ、パラスシュートを使っていこうかなと思います。これはね、DM で視聴者さんからね、ブライゼナーガとパラスキングの相性良くないですかというね、DM いただきまして、確かにね、これ、ユハイチャンネルは、鬼セブンカツとブライゼナーガの動画をね、めちゃくちゃ出してるんですよ。もう、ブライゼナーガといったらもう、ユハイチャンネルぐらいのね、イメージワンチャンじゃないかなっていうぐらいに俺、ブライゼナーガを愛してるんですけど、ブライゼナーガって結局、鬼セブンカツと、まあ、一緒に出して、縦3枚割ってトリガー使ったら、ただの置物になるんだけど、そこでパラスキングを侵略させることによって、ブライゼナーガでも縦3枚割れてるので、革命2のね、状態になるんですよ。なんで、コストを5軽減しながら戦っていけるんで、鬼セブンかつブライゼナーガでワンチャンパラスキングとか、ビルヘルムめくったら、ビルヘルムの能力でマナもチャージできて、5コスト軽減入ってるんで、手札からまたクリーチャーを展開することができて、盤面がえげちいことにあって、燃える革命ドギラゴンも革命とか革命ゼロを発動させれば、負けないし、無限アタッカーになるということで、めちゃくちゃド派手で楽しいデッキになってますんで、ぜひね、皆さん作んないでみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者5万人目指してますんで、あ、ちょ、ごめん、年内じゃねえわ、これ毎回言っちゃうんだよな。年内4万人は達成したんですけども、はい、次ね、5万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう！レッツゴー！さあ、対戦の方、めっちゃ声裏返ったからね、対戦の方よろしくお願いしますとは、さあ、オープニングハンドなんですけども、燃える革命ドギラゴン、ブライゼナーがパラスキング、ブライゼナーがパラスキングでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。相手は、天文か？さあ、ライオネルなんで、さあ、一旦パラスキングを置いて自然マナー確保しながら、竜の呼び声が欲しい。竜の呼び声がないと、かなりきついです！トップオブザレックであれば、これ一旦火マナー確保の燃える革命ドギラゴンからでいきましょう。竜の呼び声のワンブダーだが、しかし、鬼セブンカツが落ちてしまいましたんで、いやー、ミステリーキューブか、鬼セブンカツが欲しいね。さあ、トップオブザレック！竜の呼び声は悪くない！これ一旦パラスキング置いて、呼び声打って、光物落とせ！ライオネルしか入ってねえけどな！さあ、グレンモルドエヴァ、そして、シフトアレライオネル！すべてが繋がる。やっぱね、4枚入ってればいいわ、マナ色なんて。マナ色なんてね、いいんだよ、4枚あればいいんだよ。闇マナもね、これだけ少ないけど落ちるし、シフトアレライオネルしか光物入ってないけど、あ、鬼セブンカツ引くけど、血潮流ライオネルは死なない鬼セブンカツだから絶対にこっちの方がいいわ。まさかの血潮流ライオネルブライゼナーガが決まってしまうというのか。いや、これ熱。しかも相手色的にハンデスがないので、さあ、ボイジャー関係ない。ボイジャーとルミリエで死ぬほどねコスト軽減してますが、こっちはブライゼナーガライオネルで縦からドラゴン大量に踏み倒していきましょう！行きましょう！ブライゼナーが革新竜！さあ、屈しましょう。さあ、3枚縦をトリガーを使ってもいい！キューブブライゼナーがビールだ！これ縦をすべて粉砕して、しかもこれ、お、強い！これワンチャンビルヘルムの、いや、で、まだか。さあ、ビルヘルム。これワンチャン燃える革命ドキドキに繋がんねえか。さあ、そしてブライゼナーガでビルヘルム、これ鬼セブンカツにじゃなくて鬼セブンカツじゃねえわ、これ燃える革命ドキラゴンにつながって、これワンショットできるぞ。熱すぎる。これパラスキング関係ないけど、さあ、ルミリエで処理してビルヘルムの能力でこれ8枚ブーストぐらいする。いや、そんなしねえか。何枚ブーストだこれ。さあ、1枚2枚そして3枚4枚、そして5枚6枚、やっぱ7枚8枚するよね。8枚ブースト、そして繋がります。燃える革命ドキラゴン、革命ゼロです。そして革命2でゲームにも負けません。必殺です。ワンショットです。対戦外した。さあ、対戦の方よろしく鬼セブンカツでやっていきましょうか。さあ、オープニングハンドなんですけども、ドラゴ大王、鬼セブンカツ、竜の呼び声、ミステリーキューブ、パラスキングでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、相手のね、デッキタイプ何か見ていこうかなと思うんですけども、
さあ相手はデスハンズ、トップがビルヘルム、強いね。さあビルヘルム置きまして、呼び声打ってキューブか鬼セブンカツにつなげていきたいんですけど、相手これ赤黒デッドゾーンかなと思うので、ブラックサイコとか結局デッドゾーン走られちゃうとどうしようもないので、まず一旦ここの呼び声の2ブーストバー絶対に決めなきゃいけない。よし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 、まあさすがに外さないんだよ、ドラゴン多いから。これで俺呼び声外したらさすがに切り散らかすけどね。だって外れ枠が呼び声とキューブしかないわけでしょ。これで外すな絶対に。だからこれは一旦鬼セブンカツから入りましょうかね。いやだけどな、これデッドゾーンとブラックサイコとかで来たらな、いやーキューブだったかもしんねえな。俺鬼セブンカツにね全ての信頼を置いてるからね、マジで謎に。でも鬼セブンカツ結構イカれた能力してると思うんだよな。ザゼットかレッドゾーンか、まあ、まあでも最高じゃなかったらいいわ。アンデスじゃないなら何でもいいけど、いやこれワンチャンレッドゾーン引けてないみたいな、 Z とターボ3しか引けてないよみたいなさ感じで来てくれると俺は嬉しいんだけど。あどうもハッピーセットです。あなるほどね、もう全部あるやん、全部ある。もうなんなん、なんでドロソも使ってないのにさ、もう開幕からそんな揃ってんの、気持ちいいだろうねん。じゃあさあここで3点パンチで、しかもこれ鬼セブンカツ処理されてからの3点パンチなんでトリガーは使えない。だがしです、ミステリーキューブ。だがしかしミステリーキューブが来てくれるとね。いやかなりきついけどなこれ。さあ竜の呼び声ですので、ミステリーキューブに全てをかけましょう。いきましょうミステリーキューブ。さあキューブで、そしてグレンモルトヨイブあるぞこれ。しかもバトライバー、バトライバーか、いや概要版じゃないもんな。いやこれこれあるか、パラスキングで侵略できるぞ。1万4000バンガードだ、来た。これはまずいまずい、パラスキング最強だぞ。でパラスキングの核メニューの能力で自分のクリーチャー5コスト経験入る、あっつすぎるぞそれは。あまりにも、いきましょうパラスキング。さあ革命類侵略目、ここで進化を発揮するか。これは全てが理にかなったビリヘルム構築、命越してください。待ってくれこれやばいよ。でこれビルヘルムでレッドゾーン破壊するんで死ぬほどブーストって入るよ。まあでも殴ってるからあれだけど、うわこれ最強だぞ。さあここでまさかの5枚ブースト、そしてあーそこでパラスキングか。だがしかしカクカクになります。さあバトライカク、バトライカク。さあレッドゾーン、最強のレッドゾーンを受けますかこれ。だから相手次4万なんで、一応下バイクから走ってくることは可能。クロックを封殺したいからな、ドラゴ大王とか出せると相当熱い展開にはなりそうですけれども、さあブラッドライン、下バイクさえ来なかった、レッドゾーンカレー行こう。オッケーオッケー、危ねえこれ。下バイクレッドゾーン Z で負けてたからな。バンベー答弁。じゃあビルから入って、これでコマンドは封殺できますね。近畿に触れる、一旦これターボ、いや一旦ブラック V か、破壊してブーストが入ります。キューブキューブ、そしてあー燃える革命ロケラゴンでもいいね。やべパラスキングのコスト軽減能力とさビルヘルムの相性が良すぎる。無限にクリーチャー出し入れできる、だから盤面7体制限、そして武神武神。いやまあクロック1枚でも耐えてる、ドラゴ大王だな、めくりたいのは。だけどコマンドはバンベイトーベンで封殺してますので、クロックが2体とか来ない限りは勝ってるっぽいよな。ドラゴ大王だな、スッバー来ねえか。だから失笑率ライナルでブロッカー立てとけばクロック1枚なら全然返せる。3点パンチ、オッケーオッケー。まあライオネルは保険だね、あまりにも縦1枚あるし、ライオネルブロッカーになるんでクロックここで2体来ても大丈夫。オッケーオッケーオッケー、熱い熱い熱い、めちゃくちゃ熱い、強くねというかパラスキング、パラスキングとブライゼナーゴの相性抜群すんぎ。さあクロックですが関係ありませんね、時止まりましたが相手の時もね止まってますので、バンベイ答弁でコマンド出せません、スピードアタッカーにアクセスできませんので、
このまま火力のゴリ押しが、あ、デスハンツとかもあったのか、怖っ。危なかったね。さあ、4マナで、さあ、クロック1枚で、この盤面、この戦況、変えること、できますかと、言ったところですが、多分できないと、思いますので、勝ったっぽいけどな、こっから俺なんか、でも、鈍水でも大丈夫だし、すべてをケアしてるんじゃないでしょうか、大戦、アッシャー。さあ、対戦の方、よろしく、ブライゼナーガでやっていきましょうか。さあ、オープニングファイヤー、めちゃくちゃポーカー。さあ、ブライゼナーガ、燃える革命ドギラゴン、燃える革命ドギラゴン、パラスキング、燃える革命ドギラゴンでね、始まったビルヘルムなんですけど、やっていきましょう。さあ、呼び声強え。呼び声でだいぶ回復しましたね。一旦呼び声打ってかな。こっちもビルヘルムマナに送って闇マナを確保したいところではあるんですけれども、キューブも強い。ここで2部決まったらめちゃくちゃ熱いゲームが展開できそう。竜の呼び声。さあ、まあ外すわけないからね。本当に。危なすぎるよ。ちょっと怖いんだよな。こんなにドラゴン入ってても、いやでもメンデルはね、ワンチャン外す可能。今メンデルだったら外してたもんね、1枚は。呼び声に対する信頼感もね、俺半端ないんよな。そして相手は逆、うわ、燃える革命ドキドキ全滅ですが、行きましょう、ミステリーキューブ。最速のキューブほどね、強いものはないないおねる闇罠、闇罠。これ、強っ待ってくれよ、ほんとに。もうね、神ゲーだ。デュエルマスターズプレイス。闇罠があればもう、ブライゼナーが決まりますね。さあ、パラスキングなんで、さすがに侵略はしない。いやー、これエンドかな、さすがに。燃える革命ドキドゴンも使えるんですよね。で、ワンチャン次ジャクポで。いや、でもな、パラスキングも燃える革命ドキドゴンもね、相当見えてるんで、一旦盾行ってかな。もはやこれ、獅子長竜ライオネルで、まあ、ぶん殴って勝つプラン。いや、相手モルネクで走ってきてもライオネルから、まあ、バンベートーベンとかね、盾から来たら勝ちなんですよね。その時点で。さあ、何もない、オッケー。ライオネルで押し切れそうな気もするけどな。さあ、多分ジャクポ来るでしょう。さあ、ジャクポトエントリー。さあ、ジャクポから来るものは多分ですけども、モルトネクストでしょう。で、はい。これでさ、ワンチャン核から入ってくる可能性あるよね。まあ、次どうせリーサルないでしょ、つって。闇マナ引いたらワンチャンリーサルあるけどね、こっちも。さあ、ここはバトライ学。まあ、ハートバーンはさすがにヤクザなんでね。さあ、トップがグレンモルドエイバー。さあ、一旦これグレンモルドエイバー起きながら、いや、エンドかな、さすがにここは。ライオンで一応ブロッカーいるんでね。とりあえず、いるだけで。さあ、フェアリー、ヒノコマトリ。さあ、バトライ学のノロキで外した。でっか、あるあるある、外したらでけ、シャオラー、つざ2点パチ、キュール、ブライズナーが。そう、闇マナが引けないなら、縦からブライズナーが引けばいいじゃないと。まあ、おばあちゃん言ってましたからね。さあ、まずはミステリーキューブでビルハルム、完璧じゃねこれ。さあ、しかもこれブライズナーガの抽選入りますからね。さあ、何が出るか。しかもこれ燃える革命ドギラゴンの、いやー、最後まで見せてくれ。さあ、対戦の方よろしく、ライオネルでやっていきましょうか。さあ、オープニングハンドなんですけども、獅子王竜ライオネル、ドギラゴン、キューブキューブ、グレンモルト刃、グレンモルト刃でね、始まったジャンタマなんですけど、やっていきましょう。さあ、相手はアルカディアスパーク。何デッキか。さあ、トップが鬼セブンカツなんで、一旦ライオネル置いて、ホーリーとアルカディアスパーク、五色帽子、ニューゲーサーファーイヤーじゃなくて、サーファーオリオティス。まあ、オリオティスはね、ちょっとうざいんですけど、一応オリオティスね、出た時効果は使えますので、ビルヘルムとかね、鬼セブンカツから踏み倒してぶちかっていくんで、まあ、なんら問題はないかな。天文か。天文じゃないか。白炭連鎖っていうデッキか。さあ、ウィドローザでロッキンスター。ロッキンスター俺初めて使われるかもな。でもいい能力してんだよな、確か。さあ、ブライゼナーが黒神竜。着々とね、セブンカツブライゼナーガの準備は整ってはいるんだけど、でもね、しかもこれ白炭連鎖ってそこまでゴリゴリ序盤から動いてこれないし、あんまり除去札入ってるイメージないから、ブースト引けてたらね、最速で鬼セブンカツからのブライゼナーガいけたんだけどね。しかもこれ闇まで引けたのでっか、マジででっか。あいつ多分オリオティスで安心しきってると思うんだよね。でもオリオティス2枚目ちょっと効いてねえんだよな。
一旦ここは、いやこれどうなんだろうな。さすがにセブンカツ行くか。で一応次ブライゼナーが出して、ブライゼナーバンとか出てくれたら一応完璧ではあるね。山札に戻るけど、相手の盤面を一回蹴散らすことができるんで、さあまずはブライゼナーガの抽選を行っていきましょうか。しかもブライゼナーガ2枚目来たね。完璧じゃねえか。さあ行きましょう。ブライゼナーガ腰には運命決まりますよ。これ俺の運命も決まりますからね。さあ3枚、そして 3! 強いか、待って、ライオンでめちゃくちゃ強くね。しかも、これ、燃える革命ドキラゴの革命ゼロ発動するんじゃないか。ライオネルで一回立って燃えるし、いや、強い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 、これ待て、まだこれ戦局変えたぞ、めちゃくちゃ。さあ、一旦これ燃える革命ドキラゴに進化しましょう。で、一応ゲームには負けません。で、失笑竜ライオネルはバトルゾーンから離れません。で、キューブから出るもの、それすなわち、呼び声かよ、そこでなんか、強いの出てくれたらな。さあ、失笑竜ライオネルはバトルゾーンから、燃える革命ドキラゴン関係ねえ関係ねえ、あ、無理か。さすがに乗っける意味はない。そして、許さないけど、ドラゴダイオ俺をテストの能力で一応ドラゴダイオは戻っちゃうけど、一旦盤面取りながらか。ロッキンスター破壊してか。ロッキンスターって、あ、ダメかんじゃ。破壊されるときだから、ってことはララーのコスト軽減破壊しとくか。とりあえず。で、鳥がアルカディアスパークででも一応止まるんだよな。いや、これバン出しとかったきたかったね。いや、でもこれ、殴り得だよな。ノートリだったら勝ちだし、まあ、トリガーで返されたとしても、大丈夫だね。まあ、ゲームには負けないから。で、2枚目の燃える革命ドキラゴンも控えてるから、おっと強くね。でもパラスキングを、侵略させる必要性はあまりにもなくて、ええ強っ、やっぱね相性がいい、めちゃくちゃ。でもパラスキングとかね乗っけたかったけどね。だからミステリーキーブルなんか適当にね、火のクリーチャーとかが出てたら、さあここでおオリーブオイル油肩ブーラ、さすがに勝ったか。オリーブオイルは関係ない、燃える革命ドキラゴン無限アタッカーなんで頼む。あとはスパークを引かなかったらいいのか。で、パラスキンが乗っけられないので、まあ、乗っけちゃうと無限アタックじゃなくなるからね。相手も通すしかない。通して、天命を待つしかなくて、やるか、さすがにね、ウィーズローだ、勝ったね。いや、強っ、ワンショットなんだ。いや、ホーリーとかもある中でね。はい、ところで対戦。あ、そしたら、でもこれブロックしてくるか。あ、かっこいい、外せ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 、さすがに、外せ、ホーリーバカだ。しかもさ、ミラクルミラなんでドラゴン殴れなくなるけど、いや、で、盤面埋めたか。ビルヘルムだな。ビルヘルムだ。でも、燃える革命ドキラゴンでもう一回耐えられるし、ワンチャンキューブで、ビルヘルムとか引けたら、大丈夫っていう話ね。いや、まあ、多分さすがに外さないよね。でも、ミラクルミラなんて、一枚であれば十分まだ勝機は、さあ、対戦の方よろしくお願いします。とは、オープニングハンドなんですけども、パラスキング、ミステリーキューブ、ピルヘルム、そして、ドギラゴン、グレンモルト刃でね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、相手のデッキタイプで何か見ていこうかなと思うんですけども、さあ、アルカリアスパークからのブライゼナーが黒侵入、これね、めっちゃハンドよくね、闇マナを確保できてるんで、あとは呼び声だな。呼び声ゲーな気がする。でさ、相手のデッキは、デッドマン。デッドマン。さ、フェアリーライフ。アルカディアスパーク。多分デッドマン入ってるんで、ゴーチーデッキかなと思うんですが、あまりにもトップが強すぎる。さあ行きましょう。竜の呼び声の2分層頼んだ、これなんだよ、みんな。結局ね。結局こういうこと。神。一旦ミステリーキューブ打ってかな。さあ、ドン水置いてフェアリーシャワー。さあ、ここで5色揃うかどうか。さあ、フェアリーシャワー、ワンドローして1枚ブーストでフェアリーライフ。さあ、トップオブザデックがパラスキングなんで、パラスキング置きながら、行きましょう、ミステリーキューブ！さあ、ミステリーキューブで、バカ野郎！ブライゼナーが、
だけど、この3枚ドローでないか。まあ、ないか。さすがにないか。ここミステリーキューブとかね、打てたら、まあ、強かったんだけど、まあ、さすがに無理か。だけど、これ、パラスキングに一応侵略させといてっていう話はあるかもしんない。さあ、フェアリーシャワー。そう、ブライゼナーガって、こんな感じに出ちゃうとね、うんちマンなんだけど、パラスキングが出たことによって、あ、でもね、さすがにこれ、キューブでいくわ。で、次、パラスキングで、8マナで、出すっていう感じかな、バンベイ答弁。さあ、もう、これは、もうね、皆さん、右手。もうこのゲームは右手光らせんのよ。あ、7マナでなんかある？あ、でもドラゴン全部出ないからね。あ、鈍水バランスがちょっとめんどくさいかなーっていうのはあるけど、流星ホール？あー、バゴンパンツァーか。なるほど、なるほど。いや、でもここまで来たら、ねえ、熱い戦いを繰り広げられそうですが、さあ、ここパラスキングを置きながら行きましょう、パラスキング！で、パラスキングの能力で5コスト軽減入りますので、これ、グレンモルド刃、そして燃える革命ドキュラゴン、ブライゼナーガが1マナになります。で、これ、ワンチャングレンモルド刃、燃える革命ドキュラゴンというムーブもできますし、だが、フェアリーブルくれ！鈍水とか引けてない感じか？さあ、フェアリーミラクル！アゴパンからめっちゃミラクル持ってきた感じ？おっと、あるぞ、これ、普通に。さあ、ビールヘルム！これ、やっぱさ、パラスキングが決まって、やっぱ、ブライゼナーガパラスキングのさ、相性、えげつなくない？本当に。ありえねえくらい強いんだけど。ワンショットもできるしね、燃える革命ドキュラゴンで。さあ、一旦これは、まあ、何破壊してもいいけど、とりあえず、まあ、ブラッキー破壊しよっか。さあ、ここで2枚ブーストが入りまして、6マナになりますので、いや、これワンチャン、ブライゼナーガか。ブライゼナーガ打って、縦0にして、そう、これ燃える革命ドキュラゴン乗っかんのよ、パラスキングの能力で。あ、しかも2枚目も来たと。強すぎるね、あまりにも。で、これでワンショットなんだよ。えぐっ！で、ゲームにも負けないからね。で、次また、ここでまあ何かしらアルカディアスパークとかで耐えられても、バンでロックしてるし、僕次グレンモルトやれば、燃える革命ドキュラゴンが生きるわけよ。えげちいな、おい。でもこれ、呪文ロックのさ、カード入れてもいいかもな。これ、マギアデルフィンとか入れても全然強いかもしんない。やばいデッキを作ってしまったかもしんないぞ、これ。パラスキングのバリを最大限に活かせるカード、それ、ブライゼナーガですよ。何かしらのトリガーがあるっぽいけれども強いよ！それは強いよ！だが？うわ、鈍水でバンか？いや、それえぐいな。それえげち。いや、鬼丸やばい！これバン戻して、鬼丸ヘッドでジャッジで勝ったらもう勝ちだよって言ってない相手。あ、しかも、でも大丈夫。これ竜の呼び声とか、落とした。ジャッジ弱いの落としてて、ね、さあ、来いよ、鬼丸ヘッド。いや、ただ、鬼丸ヘッドのジャッジで勝った感じだ。やべえ、そっちー！